大塚祥太郎です。今日はですね、こちらのこやこややっていきます。というわけで、時代がついにね、俺らに、はい、やっと追いついてきました。というわけで、こやこやがね、強え環境っていう、まあ、最悪なんですけど、ぶっちゃけ、はい、まあ、最高っちゃ最高か、はい、な環境がちょっと来たんでね、やっていこうかなと思います。で、まあ、今回の調整でオーブン、はい、まあ、強化なのかな、リワークなのかなって感じですけども、壊れるのが早くなっちゃったんですよ。まあ、稼働時間が短くなっちゃったけど、その代わりに、オーブンから出るファイスピのね、スピードが速い、その感覚がね、ファイスピ出てから次のファイスピが出るまでが早くなったので、うざいね。まあ、一回置くんですけど、まあ、今回クエイクか、相手。出るのが早いです。まず一体目出てね、いってらっしゃい。気持ちよく飛んできてね。さあ、もうね、2体目が出てます。っていう感じで、このね、ペースがちょっと早いので、無視すると、今までよりもね、だいぶダメージ与えることができます。なので、痛いですね。何かで対応しなきゃ、だいぶ受けます。で、壊れた時にも1体出るのは変わらないので、やだ、まあ、こやこや安定のね、うざみましまし、ホバリングと、マゼリックもね、しっかり入ってますと。言ったとこで、オーブンはね、体感強くなってんじゃないかなと思いますね。まあ、稼働時間短い分、呪文にはそんな強くはなくなったんですけど、まあ、でも置いてるだけでね、強い。うん、無視できない。それがやっぱいいとこっすね、小屋小屋なんで、ゴブ小屋は、やりゴブがね、はい、強くなった。射程が 5.0 から 5.5 になったんで、結構ね、これ相手陣地入ってすぐ遠目から投げるんで、これもまたなんか、鬱陶しい鬱陶しいやつらの集まりなんだよね、このデッキは。てか今回の相手ネタな、多分ネタっすね、ラッキー。さあ、というわけで、まあ、こちらね、今日はエリババ型でやっていこうか。まあ、小屋小屋ってね、まあ、これも結局何でもいい、小屋が2個入ってれば、まあ、それ以外にね、ミラー入れたりだとか、それこそメガナイト入れたり、ムートも入ってたりとか、まあ、じゃあ型も無限なんで、まあ、そこは何でもいいかなってとこなんですけど、せっかくね、小屋小屋の、まあ、その小屋が強くなったんで、やっぱ小屋をいっぱい置きたいじゃないですか。なんでしっかりね、スケ入れて、ウッド回って、回転早めのね、小屋っていうので、できるだけ小屋を置いていこう。ほぼ小屋です。小屋置きまくって、まあ、スケラとか打ってきたらマザリンクだし、大型系来たらエリババで対応するし、みたいなね。できるだけね、低コストで小屋で戦っていきたいね。でこんなのも回して、愛せず、頑張るな。小屋置きたい。小屋置きたいけど、小屋がない。矢の雨ちょっと前シーズンの名残なのか残ってますね。はい。で、矢はね、まあ、ゴブ小屋とか使ってる、とっていうか、まあ、ゴブ小屋に対してね、矢なんですけど、まあ、ホバもマザネクも、その辺は別に矢に、戦えるっちゃ戦えるんで、そんな悪くはない。あ、マスコのそう。え、美味しいこれ。スケル、あ、え、美味しいんだけど、マザネクのエイムがだいぶ悪い。サスペン5打って、いや、あれね、マザネクで回収できるプランあるな。タルババクル、延命して、延命して、残れ、もう、バッキャロ。いや、でもこれ、マイティ咲いたんで、あ、飛んでくるかな。いや、偉いっすね。今のはね、マザネクね、下手でしたね。できてれば、あれ全部ブーになってて、あ、シバトルの GG ですね。よしよしよし。全部ブーの GG だったはずなんだよな。まあまあ、でもこれで、取れたのでかいな。さあ、普通にマザネクはね、スケラに強い。ただただね、神相性になる。で、今、遅延スケラーか。遅延スケラーは、前シーズン本当にオアだったんで、まあ、今季帰ってくるかな。なんか今んとこね、環境超絶変わったっていうよりかは、前シーズン強かったのは、まあまあ強い。フェニックスもアーチャーも、その使えないことはないから、今シーズンも、まあまあ、ちまちいるよねって感じ。で、まあ他強化されたギャング系とか、まあそれこそね、アーチャーが微妙に減って遅延スケラだったりだとか、いろんなデッキがまた帰ってきたみたいな感じなんで、ぶっちゃけ何でもいる。てか今回なんてさ、遅延スケラの矢の雨型か。ってことはよ、マジで小屋もきついやん。全てがきついやつだ。
小屋もきつい、ホバもきつい、マサリクもきつい。何に勝てるんだっていう。さあ謎に神相性を引いていく。マジこれ置いとけばいいんでね。はい、ちゅうわけで、まあ、今の環境マジでまた幅広くなったっすね。全てが平等に強い環境が来てる。うん、目立つぶっ壊れね、あんまりない気がすんな。なんかメガゴでもフェニックスでも本当どっちでもいいみたいな感じな気がしてますね。さあ、まあ僕はね、いつも通りですよ。気持ちよく鳴らさせていただきます。はい、これ置いてきます。わー、あーちゃか。あーちゃんもね、全然マイルゾーンにいる。あ、でもあーちゃんに対して、ちょっとやりゴブが、これ射程伸びたんで、今までね、ボコボコにされてた気がするんですよね。なんかあーちゃんやっぱ使ってたんで、あーちゃん使っとけば、その意外と、やりゴブ対応できるなみたいな感じだったんですけど、射程が伸びたことによってやりゴブで結構アーチャーに歯向かえる、うん、なんかそんな感じになったっすね。そうだから、そこまでアーチャーが脅威ではない。今までだと誰かってけど、初撃がやっぱ遅くなったんでね、アーチャーの殴られる前に殴ってる、こっちが。まあ、こういうの5打っちゃうかな。今回の相手、エレシャイなんで。よいしょ。まあ、ちまちま与えときたい。最後に、夢つかみ野郎が来るんでね。この金髪。解放されたけどね。まあ、エリーババと小屋があれば、ぶっちゃけ相手のダメージはね、そんな受けない気がする。まじ、ドリームだけね。大砲強えな。小屋を着て、これ逆サイとか両サイを小屋でチクチクするのもありなんですよね。正直なとこ。逆行ってみる。あ、でもこれ、ゴルナイに走られやすいっすね。エレジャイ野郎が来る。これ、ウッドで、あのアーチをしばきたい。よし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 。で、ここ来ても、オーブンあるし。はい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 。来るね、エレジャイ。まあ、あれは、まあ、エリババしばけばいいんで、まあ、取りに来るかも。綺麗なライトだけはやめて。さあ、これで即溶かしたい。はい、走った後もう小屋置いてく。エレジャイ、エレジャイマジ仕留めたい。これね、やっぱ両サイの方がうざい気がするな。なんか相手によってっすね。相手が呪文ないだとかアーチャーみたいな受けがなかったら片サイド一生固めまくればいいと思うんですけど、まあ、なんかこの相手には両サイがいい気がした俺は。これやりごめやべえから、マジミス作ってる。あいつ、あ、でも、え、これ今までだったら飛んでたっすけどね、短くなってる今のは間違いなく。さあ、これはこのちっこいので守れそう。いや、やりごめがちょっといいね。いや、マジ、やりこむめっちゃいい。だいぶ遠距離から頑張れる。でも、ダメージちょっと今んところパッとしてないんですけど、相手もね、よく耐えてる。相手もだいぶ耐えるとこうなる。やめろ。まあ、でも、これが小屋小屋なんでね。はい。これが僕は幸せなんですよ。だいぶキモいか。いやー、なーちゃん一発も嫌だ。はい。さあ、ライトで守ってくる。いや、一平いるぞ。いや、強いって。まだまだ強い、でも、ゴルナイは。さあ、ほんま地味でごめん。まあでも、マジ楽しい。こういうとこね、勝っていきたい。いやー、これ勝てんな、熱。だな、ちょっとうざいな、芝居とこ。え、これない、強い。え、お前危ねえ。これ今までだったらほんとタワーいってるけど、火砲が効いてる。いや、ブーになって、これでもこれ耐えれば勝ちっすね。あ、舞台になる。やったんじゃね。
さあで LJ は絶対通りません。なぜなら施設にこうエリババもいる。あなたは無理。お役にしばかれる。おめでとうございます。お袋を置いて、はい、19部です。マジでね、子役はでも疲れない。グラロってね、うわー相手の手札がとか、わエリガーとかやばい攻めてきたってあると思うんですけど、子役はね、まあ、たクラロワなんですけど、クラロワじゃない。うん、これね、本当に置いてるだけなんで、マジ何もしてない。置いてただけで気づいたら5分経ってんのかで勝ってるので、はい、幸せにはなれる。のんびりできます。はい、片手でのらりくらりやってが出ますんで、はい。まあもっとね、相手の絶望を味わうのもいいんですけどね。中型呪文ないとね、よりそれがわかるんですけど、小屋を壊せない相手とかね。ああもう、いやいやそれ。お、欲しい。LJ、ああ26っぽいっすね、だいぶ。エリババで完封できる。はい。さあで、槍ゴムの射程伸びたことによって、そこの一発が入る。あ、エリババ、え、これ結構入ります、このエリババ。ちなみに。もう一発惜しいな。さあ、まあ、あのマスケは、しゃねえか。まあ、意外とホグの受けはね、しんどいかもしんないね、これもしかして。オーブ回しとくか。オーブ回して。これでホグは守れるんだよ。さあ、オーブンで耐える。こうなると相手もね、攻めを通すのがちょっとむずいんじゃないか。で、もう一回置いとけばいいね。まあ、左マスクいるんで右にするか。ああいうの5ウッドでちゃっちゃ縛いと右。正直なとこ。縛いとかなきゃ、厄介になってくる気もするけど。さあ、小屋壊れる。次のホグはエリババで守りたいっすね。ここでアゴホグがまあ来ると嫌だよねって話なんですけど、さあ、この間に1コスで回せるのがこのデッキのいいとこなんでね。オーブン一応。お、さあ、いい5来る。まあでもこれで一発受けてるだけなんで、5を使った。お前に味わわせてやろう。小屋地獄を。マジで。早く、1秒でも早く、小屋置きたい。気持ちいい。では見学して、マスケ出せよ。お前、槍ゴブの、ああ、そっちから来るんかい？来るなら全然。いや、でもいいウッドっすね。ウッドファイブで、でも入らない。しかもこの間に、俺のオーブンは頑張ってる。でか。まあ、冷静に1個高めにすると逆サイフグも釣れます。なんで、ここに高めマスケとか来やすいですね。低めでした。ごめんなさい。あのね、即芝いったけど。芝蹴るのもこのデッキのいいところ。え？対決するそれ。いっぱい置くけど俺。大丈夫かな？あんたそれ大丈夫かな？いや、やりごくいいな。射程伸びてるこの、地味なこの、マスケに一発？いや、これ、この一発が世界を変える。今までの射程だと分かんないけど、いやー、まあ、相手、ぐんぐんぐんないやんけ、おい。オーブン置いて。ファイブ打ちたい。ファイブ打ちたいけど、ファイブって突破しても、一生小屋が溜まってね、どんどん苦しくなっちゃう。地獄サイクルの完成してる。で、この辺でね、たまに来る、マザネクとかやってあげてね。それはもう終わりの香りブー、はい、いやーでもいいね。なんか槍ゴムのマジ射程ミリ伸びてんのがマスキー一発与えてね、ファイボール処理とかマジであれがでかすぎる。まあぶっちゃけ相手がトロ8000だろうがトロ4000だろうがね、展開いってようが世界一位だろうがムギッタンドラが モハメトライトだろうが関係ないんですよ。俺は小屋を置くだけ。ただそれだけ。俺のすることは何一つ変わらないよ。一生小屋置いてるだけでいいんだよ。置いてれば気づいたら勝てる世界なんだ。それが、こやこやです。頼む、神愛書来い。あー、はげるけど、やりごむだいぶ頑張ってる。え？
圧着記録やな。さあ圧着記録だるいっすね。いいファイボじゃないでしょうか。多分クエイクデリウッドじゃないかな。あ、ホグか。圧着で強迫か。まあクエイク嫌っすね。なんで俺のこのホバーマザネクの使い方が重要になってくる。殴るねあんた。さあまあ耐えて、小屋は削られてない側に毎回置いていきたいですね。まあ圧着だけで剥げるな。だいぶ早めに、やばい切られた。いや正直めっちゃ嫌ですけどね、クエイク。痛すぎ。圧着いいっすね。課題がウッド打てばよかったな今の。まあでもこっから頑張ってイモれるのがこのデッキかな。イモりたい。こっちサイドに声を置いてく。オーバーは左隅っこの方が巨石に巻き込まれにくいかも。そう、え、なんか思ったよりってか耐えてる。てか相手が小屋に苦戦してる。よし。やぶねえ。次強化圧着絶望っすよね。さあクエイク打ってくれる。こっちサイドにね。垂れ流し垂れ流し。いやこのやり込み一発も俺からしたら超でかいんだよね。圧着だけマジでな、どうにかしばきたいやん。呪文でしばいちゃう。いやーこれホバ残るぞ。で小屋こっち置くとクエイクでね、ちまちまマザネクちま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 マザネクちまちま。まあまあまあ一旦小屋置いて、もう相手クエイク削れなんだ。俺は相手の方向頑張って抑える。耐えれるな。マジ耐えてる、めっちゃ耐えてる。てか耐えたら俺の勝ちなんだよな。耐えれるたらここに行く。さあやりごぶ、みんなで力を合わせて、いい遠距離だ。その射程が素晴らしい、幸せの射程してる。さあマジ俺の負け筋はホグだけ、ホグだけ。気をつけも一応ね。よしよし、いやこれはタイブレイクで勝てる。いやマジ小屋小屋な、これがねちょっといい、いいというかそのね、クエイクってきついじゃんってなるけど、マザネクホバワがね、ホバがねクエイクには強いんで守るわが出ます。ちょっと空系行きたいな、空。なんか、ラバとかにはね、やっぱこの、稼働時間短い分、その時間で働いてくれるんで、ちょっと強そうっすけどね。あーい、マジで、ハゲるってそれ。もうお腹いっぱいやろ。さすがに。
2連続クエイクはやばい。うん、いえ、さ、アウトロクエイクなんだこれ、珍しすぎる。また環境変わったんだな。アーチャー出てきそうだなこれ。いやーマジや。え、でもこれは射程伸びたやりゴムのおかげでしょっせる。これ迫撃っすね。うん、ちょっとこの辺で嫌がらせをしていこう。よしよしよし、いやだいぶ来てるやんそれ。メンヘラ迫撃、おいしいおいしいおいしい。でオーブンは、悩むね今回の相手ね。迫撃ロイグでアウトロアーチャー危ねえかな。やべ、いて、これマジヘタッピーってやつです。いやマジ防衛下手だな。エリババでよかったどう考えても。いやファイスパイナッチ、うん、まあホバー出さなくてもいいけど出しちゃった。でオーブンでかな。攻め迫撃がね俺ちょっと嫌だな。相手の受けカードが少ねえ、ムートとかないんで、めちゃこっちのオーブンで耐えるこれどう、めっちゃこっちのオーブン。クエイク当たらんやろ、この辺。いや、広アウトロマジで広くなったな。まあ、一発か。仕方ねえな。ファイボで守りたいですね。あぶね。さあちょっとアウトヒレヒレのあれなんか違和感がすげえわ。ホバが相手嫌だな、気づいた。ホバが嫌なことに気づいた。いてー、いやアーチャー弱くなってんなマジ。これ一生ファイボで守っても勝てそう。そんなことねえか。一発。いやーでも相手もだいぶネチネチしてるっすね。俺が言えれんけど。うん。やべ、スケ下手。痛え。いやー防白ちょっとしびいなあれ。ホバで攻めます。うん、ちょっと流れを変えないとね。終わる匂いがしてる。ゴブリン、うっ、え、うっ、あいて、あいて、あいて、しまった、しまった、食べてがすぎるーさあ危ねえマジ、クエイクガチできついわ。いやマジ粘りがねだいぶ大事だったな。よく耐えたわ。よしよし、やっぱ最後にね事故があるんだよね。ホバマザネクと後ろからちっこいのが来るんで小物も出しにくいんだよな。ファイスピアリゴブいて、いやめちゃめちゃでかいぞこれ。うわ、なんか同じような匂いしてんな、もしかして延命して豚返し。うわマジで、えっゴブリン、いやこれマジでアチクイロイグだったらやめますアチクイロイグだ、いや、あこれこう回転、同じ匂いがする、同じというか超高回転クエイクデリウッドみたいな。あれ、いやー違ったけど迫撃ロイフですね。めんどくさいて、そんな来るお前ばっかやんって話なんだよ。まあ、さっきの試合で学んだことはやっぱ序盤にねあんま大きなダメージを受けるの良くない。結構ゴリゴリ防衛5も打っていい気がする、こういうのね。
で、やりゴブにウッド使いたいんで、ここはスケで痛い手一発。丁寧にいけば勝てるっすね。一発でかいよ。うっ若いよ。いやマジ、これ邪魔だな。どっちがいいかな。マジこれ邪魔すぎる。いやーこれきつい。いやーでもまあまあ全然耐える。次から小屋は左に置きたいって感じですよね。だからこれの繰り返しだね。許容。え？バッカ入るやん。置かないなんなら。お？諦めた。親フラか今。あ、これ絶対親フラや。うっ。親フラか、諦めた。ナイスママーママーナイスママー。まあ最後ぐらいね、先生と戦いたかったんですけどね、俺は。まあ補習美味しいですね。あざめっすー、ルキー。子役はにメンタル破壊です。さあ相手のメンタルを破壊して勝っていく。補習処方。